第4章の試験が終わった日の夜のマラソンをしております。あ、ミューゼットか。そうなんだ。しかし学院指定の水着について布の面積はもう少し小さい方がいい。リーン教官のこと思いっきり濃殺できますし。近くにいるからこそ言ってるんじゃないの。オーレリアさんめっちゃビキニだったけど特注みたいな。聞かせてたんでしょ。教官水着は断然ひもビキニ派。知りません。もっと自分に正直になってもいいんですよ。ところでリン教官、もし時間があればぜひ VM で勝負。アッシュともどもかなりの腕前。ほんとね、お手柔らかにしてほしい。先にちょっと回ろうかな。あ、みんなも食べてるんだ。え？対抗したの。対抗したんだ。めちゃくちゃ臭い。あ、うおってそういうこと。ブルーチーズをふんだんに使っている。なるほど。まあね、それが美味しいっていう人もおるよね。おお、これで最後。ああ、でもなんか違うらしいけどね、材料が。いや、さすがその一言がティートちゃんって感じ。なるほど。あ、誰かが訓練している。一体何を行っているんだい二人で。はいはいはい。あ、ほんと体力あるね。あ、誘ってもらったんだ。へえ。乳酸まみれ。言い方よ。あ、誰かい、オーレリアさんかな。この顔が好き。ちょっとスクリーンショット撮っとこう。この口うんってしてんのが可愛い。私女子だからな、女子に入りたいところなんですが、リンクは男性なので男子風呂に入りたいと思います。今日は誰かな。でも隣に誰かいるからオーレリアさんかな。他に誰がいなかったっけ。あー、しまった。リン君それは取っていいんじゃないかな。生徒たちもテストには手応えを感じているみたいだな。結果はどうなるか、週明けの採点次第ではあるか。はあ、お湯が染みるわね。誰かしら今になってボロボロとミスを思い出してくるような。言うのかな。だね。これでも警察学校じゃ結構上の方だったんだけどな。独り言。おーい、言うな。で、リン教官。まさか今のを聞いて、いやらしいですよ。絶対言うと思った。じゃあ声かけなきゃいいのに。まあこういう作りですし、言い過ぎたの、言い過ぎただ、言い過ぎだったのは謝ります。不用意に独り言をつぶやいちゃってましたし、言うのは頑張ってると思うぞと。帝国に来て今日訓練以外も帝国史をはじめ座学全般についてきて、ランディさんやクリア少佐が君を買ってるの分かる気がするよ。もちろん俺もだが、もちろん俺もだが、
ほんとこの人はほんとですよね、ゆうな。もうすごくわかる。すごくわかるよ、ゆうな。なんていうか、もうだいたい教科のことは分かってきた気がします。エリゼさんやアリサさんたちもほんと苦労してるっていうか、へぇ。へぇ、はいはい、そうですよね、そんな反応も予想できますから。全くありえないというか、いい意味でも悪い意味でも拍子抜けっていうか。灰色の騎士がこんなのって知れたら、それはそれで人気が出そうな気がするな。ギャップ。よくわからないが、そういえばさっきの差し入れありがとうな。話を変えていくスタイル。チーズケーキだったか、ずいぶん美味しくて、美味しくできてたじゃないか。ティータとの合作。ちょっと作りたいものがあって予行練習。気になるね。秘密です。秘密でした。うん、なかなかユーナとリーンくんらしい話でしたね。さっぱりほかほか。ああ、冷蔵庫にラムネ、後でもらっていくよ。ラムネか、東欧由来の飲み物だったはずだが、どこで仕入れてくるんだ。無用水案じゃなくて、よかったね、リンくん。さ、ユーナはどこに…あ、いた。ラムネの爽快感って最高。思わず一気に飲んじゃった。私炭酸ね、ちょっと苦手で、ね、完全に飲めないから苦手になったんですけど。ラムネ飲んだことないかもしんない、私。思ってた通りの反応。あ、そうなんだ。なんと、あ、大丈夫ですよと。そろそろ1ヶ月か。夜遅くまで働くね。ドキドキ。よし、じゃあ残りの生徒は外にいるっていうことか。オッケー、了解。じゃあちょっとミューゼとカードしましょう。前回これいじったんだっけ。このまま行くか。勝てる自信もないが。わあ、ナイト同士。お相手務めさせていただきます。こここのままでいいかな。はいはい、なるほど。そういう使い方。ここはカードを出すために、これ縦にするかどうか悩むとこですね。こうして、こうして、これまだ上限いく？いくね。で、あ、そっか、もうできんか。あ、そっか、できんのか、そもそもね。じゃあこれで、うん、ブリックス嬉しいかも。あー、もうやられちゃったか。まあ2回行くだからね、嫌よね。すぐに移動はできないからな。スキルもできない。スキルもできないか。ブレイズ来たね。4。まあ前に出して、復帰一列。攻撃して、あ、
そうか、出したばっかりだ。やっとくか。回復するんだもんね、これね。やっとかなきゃぐらいかな。これ使えばよかった、フリックスで。なにそれ。あー、はいはい、攻撃力上げたんね。おお、なるほど。移動して攻撃して、あー、なるほど。スキルいくか。じゃあスキルいこう。でこれ出して、これを出してスキルして攻撃してスキル、一体だからスキルしてぐらいだよね。さーて、これやられちゃうか。3、2、やっちゃうか。4、いいよね。で出して、これどうなるんだろう。やっちゃうか。で、まあ次のターン勝てるかなって感じのところで終わりにするか。6か。あ、後ろ下げちゃう。ほい。わあ、お強いんですね。ターブス。ありがとう。ターブス。どれだった？見てなかった。あ、ここでできるんじゃん。履歴、あ、ほんとだ、デッキ構成が構築画面って書いてある。ターブス、あった、水だ。あー、遠距離系だ。遠距離系好きですよ。アビリティが消滅時にカードから1枚引く。あー、いいね。スキルないけど、でも5か。なるほど。じゃあ外に出る？あ、シェアボタン押しちゃった。こんなもんだよね。はい、じゃあ外に出ます。うん、それは特に出かける必要はないけど。あら、遅くまで。よすずみ。噴水の前でよすずみとか相当良さそうなんですけど。やりたい、ここでゲームしたい。そうだね、規模も雰囲気も似てるかもね。噴水はなかったけど、ちょっとした広場あった。住みたいよね。お迎えだし。仕事の疲れが一気に吹っ飛ぶやつですね。
まさしく私が言ったことを言っている。他に、あ、ごめん、外に人、あら、尿水庵にクエストありますね。よし、じゃあ一個一個いっか。どうしよう、どう回ろう。とりあえず礼拝堂、まずはね、その飛べないとこから足で行こう。あー、そうなんだ。重騎士としての何かかしら。デートの地下でなんかあったっぽいからね、その要件だったりもするかもね。民家、幸せ家族。私も今日なんか晩ご飯ないっぽいんだけど、もう9時だよ夜の。たくましいね。で、ラジオ局、ムンクくん。あ、そうなんだ。そういう意味か。リンリーよ。態度がかなり変わってる。ウェー、良きね。釣りか。今釣り大丈夫なんかな。でも釣りのチェックはあんましてないんですよね。あと4匹、あとテートとかかな。そっかそっか、やりがいって大事だよね。生きがい。まあ怒鳴っちゃった手前だしね。なかなかの逸材とリンクも申しておりましたので、さーて、これでだいたいワープで飛べる以外のところには行ったかな。だよね。うん、じゃあナインバリから、パイナップル。何パイナップルって。あ、そういうこと。なるほどね、パイナップルは銃弾のことかな。あう。店番にも慣れている。なんか顔もあるかな。交換、あ、シルバーチェーン、シルバーチェーン。あれ、シルバーチェーンって何。待って待って、クールネックレス、シルバーチェーン、シルバーチェーン。あ、上なんだ。で、これとこれしてこうですね。カフブ、カフスボタン。
この辺は散々いじってきたからな。こんなもんでしょう。よし、掘り出し物はなしと。あれリンゴ、あ、電話してるんだ、ごめん。ブツの方は多めに手配しとく。ママママ、週末にな。あ、そうだ、ワープで行くんだったベーカリーカフェ。あ、ああ、そういえばそんなこと言ってたね、前も。紅茶か、別に嫌いじゃないけど、気分転換という意味では刺激が多いに越したことはない。なるほど。ブラックで飲むのはラッセル。そっか。脳を働かせるために砂糖を入れるのは当然だけど、苦いのがいいと。まあ確かに砂糖入れても苦いもん、苦いもんね、コーヒーって。ラッセルはよくコーヒーに砂糖はお子様などとほざいていたが、私からすればコーヒーを通して糖分を摂取しないやからの方が信じられん。合理、どっちでもいい、好み、味が美味しければいいです。私は牛乳派ですね、ミルク派です。あー、はいはい。夢中で3ヶ月か。あー、例の一件以来でな。次はある。あるが満面の笑みを浮かべたところをこれまでろくに見たことがというより全く見ていない。あ、え、こんなところで目標達成。見ると学生もよくいいなって思うけど、私が同じ立場だったとしてもこうはならないから。つらい。つらー。ああ、はいはいはい、言ってたね。やっぱり見てくれわかるんだね。大丈夫かな、本当にこんなにフラグ立ってちゃって。ああ、そうなんだ、おめでとう。ああ、なるほどね、確かに。お互いウィンウィン中やつですね。あ、なんだこれは、アルティナ。ああ、童話、不思議の国のアリス的な。はい、買います。あら、シドニーと、あっしゅ。どうにも女子の水着姿が目について離れない。つくつくレベルが高い。誰とも何の進展もない。どいつもこいつもねんねばっかり。ねんねって何？なんだなんだ、限定もののグラビア。
なんで勝負したし、気づけ、足が強いことに気づいて。勝負に勝ってアッシュにラクウェルの可愛い子ちゃんを紹介してもらうはずだった。あ、そうなんだ、うん、すごい天秤にかけたね。ホットショットの限定もの。ホットショットっていうグラビア雑誌だったっけ、うん、男の子だね、アッシュ。さて、ラッパ、早瀬さんなんだからまたかぶるし。なんでこんなかぶるんかね、やっぱプレイヤーそういう風に思わせるようにできてるよね。ノーブルリボン、セリーヌに。あー、なるほど、これつけてくれたら嬉しくない。今何色だっけ、紫、紫は毛並みか、何色だっけ今。こういうのね、覚えてないあたりね、なんかこうダメよね。あ、ランディ？なんだ？お酒か？お酒か。あーえ？あ、そっか。ロジルさん、え、ちょっと待って、ここ混雑しています。情報が多すぎる。ハイアームズ公爵閣からログイン箔にお礼を申し上げろ。なるほど。話をここで聞こうと。バラット公が断刻されたことで、次の公爵位は一体誰のものになるのか、そなた聞いておるか。俺の耳には全くと言っていいほど届いてない。お二人の方が詳しいのでは。噂くらいであれば耳にしてなくもない。いずれにせよ推測で語れることでもあるまい。オーレリアハン。あ、そうなんだ。確かに強そう。ね、大繁盛じゃん。あー、はいはいはい。ペペロンチーノ、マグマグ。ペペロンチーノあんまり食べないな。食べないなっていうか、選ばないな。あー、はいはい。あ、ミントちゃん、大食感？まあ、確かにめっちゃ食べそう。誰もいない。ちょっと話しちゃったら時間過ぎそうだから、この4人と話すのはまた次回で。ここまで見てくださってありがとうございました。